コトバーでは、スペインガリシア州、ポンテベドラ県のムニシピを、コマルカでポンテベドラに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は4432人。カスティーリア語表記はコットーバド。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は95.33%。コトバーでは、ポンテベドラ県の中部に位置し、コマルカでポンテベドラに属する。 隣接する自治体は北から西がカンポラメイロ、東がセルデイド、ホルカレー、ア・ラマ、南がポンテカルデイラス、西がポンテベドラである。自治体中心地区はカルバジェード教区のアチャン地区。言葉ではポンテベドラ四方管轄区に属す。この地に人類が定住し始めたのは非常に古く、そのことは自治体内に古墳、カストロ、 ペトログリフなどがいくつも残されていることからうかがい知ることができる。またペダムウーア山にはローマ時代の遺構が残されている。自治体主張はガリシア国民党のホルヘクベーラロペス。自治体表議員はガリシア国民党6ガリシア社会党5となっている。自治体内にはペトログリフが残されている。言葉では13の教区に分けられる。太字は 自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。